にちは、エドワードです。4月22日、今日もね、晴れてますね。現在気温が 35.3 度、暑いね。そして湿度が 43% ですね。今は昼間です。保健省 DOH の感染者数の更新は毎日夕方になりますので、下をご確認ください。今日のニュースの情報元は PTV、GMA、ABS-CBN、CNN、イスコマルノショーの YouTube チャンネルからになります。今日のエドニュース。大統領はワクチンを作った人には1000万ペソを賞金とすると言いましたが、これをね、5000万ペソに増額されました。これを作ればね、世界も救えますからね。そして10の会社の工場で PPE 関連のものやベンティレーターを製造できるようにしています。これね、マスクとかグローブとかね、防護服なんかですね。そしてね、食品関連の工場は現在 50% 以上が稼働してきています。これもね、少しずつ増やしていき、フィリピン中にね、食べ物がね、こう行き渡るようにしています。そしてね、石鹸とかこう消毒用アルコールなんかの工場もね、稼働しています。現在ね、フィリピンでは今回の件で35億2700万円を使っています。そしてね、セブーの刑務所ですが、123人が感染していましたが、さらにね、4人が感染してしまい、現在127人になりました。そしてね、感染していないお勤め中の人たちが大声を出したりしてね、騒いでるようですね。これはね、刑務所内で127人も感染者を出してしまったのでね、一体何がどうなってんだっていうような感じらしいですね。もうなんかね、その刑務所のね、近所の人たちの家まで聞こえるぐらいの大声で叫んだり、なんかダン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 叩いたりしてるみたいですね。そしてね、ドクターの夫婦がいました。この夫婦は2人ともね、感染してしまいました。そしてね、この治療中にね、この旦那さんはね、知人に手紙を書きまして、実はね、息子さんが26歳らしいんですが、障害があるらしくって、彼はね、一人では生きていけないんだそうです。なのでね、もしも私たち夫婦が2人とも亡くなってしまったら、息子のことを頼むというような手紙を知人に書いていました。そしてね、その後に旦那さんは亡くなってしまいました。良かったことはですね、奥さんの方が回復しまして、まあ、前回ではないようですが、ネガティブにはなりまして、現在はまだ隔離中のようですが、どんどん良くなっているらしいです。そしてね、マンティン・ルーパーの刑務所でもね、一人感染者を出してしまったようですね。刑務所では4カ所目になりますね。その人はね、症状が出たらしく、病院へ行きまして、現在治療を受けています。そしてこの人と近しい人4人をね、隔離して現在検査中です。そしてね、この感染経路については現在調査中です。そしてね、マニラシティのサンパロでは完全封鎖されていますが、これにはね、500人の警官とね、150人の軍人がね、ここを囲っています。このね、サンパロというエリアはね、結構広いんですね。だからね、こうふざけてね、外へ出ようとするような人たちなんかもね、絶対にこれね、出てきますから、こんなにもね、大人数でやってんですね。この完全封鎖には事前に告知はされていたので、ここに住むエリアの人たちはね、食料なんかもしっかり買って準備できていたようですね。そしてね、トンドエリアのバランガイ121のバランガイリーダーがね、怒っていますね。イスコモレの市長がね、市民にお金を配りましたが、そのマニラシティからもらったお金でね、こうギャンブルみたいなことをとか、こう良くないことに使っていたりしたようですね。食料をね、買うとか、そういう使い方をしてなかったみたいですね。お前らがな、お金がないってコンプレインするから、市長が何とかして工面してくれたお金やろ言ってね、彼らを怒鳴りつけていますね。そしてね、マニラシティでは現在2352人の自宅隔離者の検査が終わりました。そしてね、昨日は 14,505 個のフードパックをディリバリーしました。現在ね、マニラシティの感染者は547人です。一番感染者を出しているのはサンパロで110人ですね。そしてね、一番感染者が少ないのはイントラムーロスで1人です。イントラムーロスが1人ってなんか意外ですね。そしてね、このイスコモリノ市長の YouTube チャンネルの登録をね、お願いします。もう多分みんなしてくれてますよね。彼はね、マニラシティを、そしてね、フィリピンを変える男です。そしてね、その時を見届けましょうよ。彼の YouTube からの収益もマニラシティのため、市民のために使いますんでね、よろしくお願いします。登録者が多いとね、それだけでね、こうチャンネルの格っていうのも上がりますからね。
チャンネルのね、リンク先は下に貼っておきますんでね、僕は彼の紹介動画も作ってますんで、そちらもよろしくお願いします。いや僕ね、ほんまにね、たくさんの人に彼のことを知ってもらいたいんですよ。よろしくね。そしてね、海外で働くフィリピン人がフィリピンへ帰国する場合は、入国して2週間のね、隔離をしてからでないと家へは帰れません。その施設がね、バタンガスにあるんですね。彼らはね、バスに乗せられて、そのバタンガスにある施設に行くんですが、途中の街でね、道がブロックされていて、彼らが乗るバスが行けなくなってしまいました。これはですね、彼らは感染していて、そのバタンガスにある施設で収容されるというようなフェイクニュースが流れていたからですね。これをね、信じてしまったその町の市民が道をね、ブロックして彼らが乗るバスをね、行かせないようにしていたようですね。当たり前ですけどね、彼らは空港でね、検査も受けた後にこのバタンガスの施設へ向かっていましたからね。海外からのね、長旅でね、空港でもかなり待たされて、これですからね、大変ですね。バレンズエラシティのレックス市長は自宅隔離者の検査をやっていますが、ほとんどの人がね、もう終わっているようですね。そしてね、ここからはリストには上がってきていない人たちも検査するそうですね。他の病気がある人なんかも対象になるようです。そしてね、現在バレンズエラシティでは80人が感染しています。そしてね、4月30日までロックダウンの予定でしたが、これがね、5月15日までに延長されます。これは正式に発表されました。これはですね、フィリピンの全ての町や州ではないんですね。なので延長される町や州を今から発表しますね。これはね、結構細かくてややこしいので、途中で、あ？ってなるかもしれませんが、僕もね、全力で説明するので、皆さんもね、全力でなんとかついてきてくださいね。まずね、ルソンで封鎖される町ですが、メトロマニラ、ベンゲット、パンガシナ、バターン、ブラカン、ヌエバスイハ、パンパンガ、タルラ、サンバレス、バタンガス、ラグーナ、カビーテ、リサール、ケソン、アルバイ、アイランドオブミンドロ。これにはオリエンタルミンドロとオキシデンタルミンドロが含まれます。そしてカタントアーネス。以上がルソンでのロックダウン延長の町や州になります。そしてビサヤでは、アンティーク、イロイロ、セブー、セブーシティになります。そしてミンダナウでは、ダバオ・デル・ノルテ、ダバオ・ディ・オロ、ダバオ・シティになります。以上挙げたところでは全てね、5月15日まで延長されます。これはね、もう公式に発表されています。特にね、メトロマニラではたくさんの感染者が出ていますので、今後もね、厳重なロックダウンが続きます。警官とかね、軍人のね、警備もそこかしこで続きます。そしてね、以上挙げた町や州はハイリスクに分類されます。ハイリスクっていうのは、まあ、まだまだ危険なエリアやでっていうような意味にとっていいと思います。そして次はモデレートと呼ばれている、まあ、中間ぐらいのリスクがあると分類されている町を発表します。これらは感染拡大の恐れがあると分類されているエリアですね。これがアブラ、イロコスノルテ、ラウニオン、カガヤン、イザベラ、ヌエバ・ビスカヤ、マリン・ドゥーケ、カマリネス・サール、アクラン・カペス、サマール、ウェスタン・サマール、サンボ・アンガ・デル・サール、ラナオ・デル・ノルテ、ミサミス・オリエンタル、ミサミス・オキシデンタル、ノース・アンド・サウス・コタ・バト、そしてマギン・ダナですね。このモデレートに分類されている町や州はロックダウンの延長はまだ決定していません。でもハイリスクではないですが、まだまだ危険ではあるので、政府はどうするかを検討中です。このね、モデレートがロックダウン延長されるかどうかは近日中に公式にアナウンスされるでしょう。そしてね、続きましてローモデレート、これはね、さっきのモデレートが中間ぐらいって言いましたよね。それよりね、低いですが、まあリスクはあるエリアです。多少のリスクがあると思っていいですね。それに該当するのがネグロスオキシデンタル、ネグロスオリエンタル、シキホール、ダバオデルサール、ソルタンクダラット、ラナオデルサールになります。
このね、ローモデレートに関しての説明は次に説明するローリスクと一緒にします。そしてローリスク、これはね、リスクが低いエリアになりますね。これに分類されているエリアはアパヤオ、マウンテンプロビンス、イフガオ、カリンガ、イロコッサール、バタネス、キリノ、オーロラ、パラワン、ロンブロン、カマリネスノルテ、ソルソゴン、マスバテ、ギマラス、ボホー、イースタンサマー、レイテ、ノーザンサマー、サザンサマー、ザンボワンガデルノルテ、シブガイ、ブキッノン、カミグイン、ダバオキシデンタル、タランガニ、アグサンデルサー、スリガオデルノルテ、スリガオデルサー、アグサンデルノルテ、バシラン、ホーロ。以上がローリスクに該当する町や州になります。そしてね、ローモデレートとローリスクは昨日お伝えしたニューノーマルってありましたよね。このニューノーマルジェネラルコミュニティクワランティンに5月から分類されます。これはね、20歳未満の人は外出禁止です。そして60歳以上の人も外出禁止です。病気持ちの人も外出はできません。ショッピングモールはオープンしますが、一部店舗のみの営業となります。例えばこう薬局とかスーパーマーケットとか、そういったお店のみですね。そしてね、公共交通機関も再開しますが、これには乗車できる人数も制限されますね。そしてね、外出禁止時間もそのまま維持されます。働いてる人はね、出勤とかでね、その時間に外にいても大丈夫です。工事なんかも再開されるようですね。そして農業、食品工場、漁業関係も再開されます。工場でもガジェット関連とか電気製品関連とか車関連の工場は 50% まで再開できるそうですね。そしてね、 BPO などのコールセンター業務は 50% がオフィスで、 50% が家で仕事ができるようになるようですね。そしてね、アミューズメントパークのような人が集まってしまうようなところは全てがクローズのままです。そしてね、学校は12月終わりまで閉鎖が決定しています。これはみんな留年になっちゃいますね。これもね、ちょっとややこしいと思いますので、分からなかった人はもう一回見直してみてください。それではまた明日。お後がよろしいようで。